The Jungle Book is a 1967 American animated musical comedy film produced by Walt Disney Productions. Inspired by Rudyard Kipling's book of the same name, it is a 19th Disney animated feature film. Directed by Wolfgang Reitherman, it was the last film to be produced by Walt Disney, who died during its production. The plot follows Mowgli, a feral child raised in the Indian jungle by wolves, as his friends Bagheera the panther and Baloo the bear try to convince him to leave the jungle before the evil tiger Shere Khan arrives. And this year, in 2016, a remake film of The Jungle Book was released in North America on April 15, 2016. It became a critical and commercial success, grossing over $947 million, making it the third highest grossing film of 2016. My wife and I went to a theater to enjoy the film last night, which was so fantastic that we could feel very much close to Walt Disney himself, since we could know that his philosophical ideology is still alive in the film.昨夜2016年8月17日の夜、ワイフとディズニー作品のジャングルブックを見てきました。ウォルト・ディズニーの哲学的思想がそのまま生きている素晴らしい映画でした。前作のジャングルブックはウォルト・ディズニーの遺作となりました。2016年に公開されたジャングルブックはそのリメイク版ということになります。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. もしもですよ。もしも猿が火を持ったら、その森はどうなるでしょうか。それがこの映画の主題であると私は感じました。猿が火を持ったら、森は火の海になってしまうでしょう。至るところで火事が起き、森は全滅します。もしもですよ。が、もしもですよ。一人の人間がですよ、核兵器を持つことができるようになったら、この世界はどうなるでしょうか。もしもですよ、世界はそれで終わってしまいますね。それを私は、ウォルト・ディズニーはThe Jungle Book の中で言いたかったのではないかと判断しています。その証拠があります。この少年の持っているトーチに注意してください。このトーチはニューヨークの10の像のトーチと大変よく似ています。少年はこのトーチを持って森の中を走ります。左が10の像のトーチです。右が少年が持って走るトーチです。比べてみてください。基本的なコンセプトは同じです。基本的なコンセプトは同じです。つまり、このジャングルブックの中に表現されている統治は、自由の像の統治を明らかに意識しているということになります。つまりこれが、ウォルト・ディズニーの哲学的なイデオロギーということになります。私は、そのイデオロギーを今度の2016年度版に感じることができました。大変素晴らしい映画です。皆さんもぜひご覧になってください。Bye for now. According to the Scottish rite of Freemason, the 33rd degree is an honorary degree bestowed upon a Mason who has done good works for the fraternity. But it is known that though Watt did belong to a boys' club in his youth called DeMolay, which is sponsored by Masonry, but never joined the fraternity. Watt was not a 33rd degree Mason, and he was not ever a Mason of any degree. But I, Hiroshi Hayashi, would like to say that Walt Disney was more than that, or he was high above Masonry. Walt Disney はフリーメイソンではありませんでした。そのことはよく知られています。が、その精神はフリーメイソンをはるかに超越していました。ウォルト・ディズニーはその初期の作品においてフリーメイソンのシンボルマークを随所に織り込みました。特に Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目は様々な場面で使われています。現在、アメリカの1ドル札の裏にもそれが描かれています。また、ウォルト・ディズニーは33という数字にこだわっていたようです。自宅の番地も33番地だったようです。33というのは、フリーメイソンのスコットランド派が名誉称号として与える数字です。聖書の世界でも意味のある数字ということになっています。ヤコブには33人の息子と娘がいました。ダビデ王は33年間、世界を統治しました。イエスは33歳で十字架にかけられました。一般的には33という数字はフリーメイソンの世界では最高位の位を表す数字とも言われていますが、ウォルト・ディズニーはその33という数字にこだわっていたということになります。が、大切なことはそうした表面的なことではなく、ここにも書いたように、ウォルト・ディズニーはそうした組織そのものをはるかに超越した存在であったということです。もっと言えば人間は一つ、世界は一つ、神々は一つであるということを見抜いていました。だからウォルト・ディズニーはこう歌い上げたのです。It's a small world after all. つまりね、世界は小さいんだよと。世界にはね、笑っている人もいるけど、泣いている人もいるんだよ。希望を持っている人もいるけど、ビクビクしている人もいるんだよ。みんなが助け合うことはたくさんあるんだよ。今こそみんながそれに気づくべき時なんだよ。だってね、小さな小さな、本当に小さな世界なんだからね。たった一つの太陽と、月しかないんだよ。あなたが微笑めばみんなと友達になれるんだよ。いくら高い山があってもね、いくら深い海があってもね、結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。小さな小さな小さな世界なんだよ。結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia. What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Production の公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これは、ウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as the mountain in the Annunciation, painted by Jesus Christ after 1500 years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains, about which only I, Hiroshi Hayashi, know. This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2,000 years。 ウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが描いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を描いています。ダ・ヴィンチなる操り人形が描いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博だけです。ここが重要です。ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は 1+1=1 の魔女です。その証明は別のところで私、林博がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山は、ウォルト・ディズニーの描いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォルト・ディズニーは、受胎告知の中に描いている山が悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは私、林博であって、私がそれを発見するまでそれを知っていた人はいません。もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は2つです。わかりますか？1つは、ウォルトが1500年後のイエスの描いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボードマウンテンを描いたかの、どちらかだということになります。Hiroshi Hayashi、Hamamatsu City、Japan。ここが重要ですから、もう一度画面を見ながら説明します。左の山が受胎告知の中に表現されている山です。そして、右下2人の人物に注意してください。これはですね、1+1=1 の手法でですね、2人の人物合わせて1人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博が証明しました。そして、右がですね、ウォルトが代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマウンテン、すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受胎告知の中の山がですね、悪魔の山であると証明したのはこの林博であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォルト・ディズニーも知る由もなかったことですね。が、なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。すなわち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォルト自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の受胎告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を描いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォルト・ディズニーの謎は底なしに深いということになります。続く動画、どうかご覧になってください。Bye for now. Reach an unreachable star. Walt Disney knew what Da Vinci was. ディズニーはダ・ヴィンチの正体を知っていた。今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、このファンタジアの中には大変奇妙な山が出てきます。悪魔が住む山です。これがその山ですけども、ボールマウンテンと呼ばれています。これがファンタジアの次第にもなっているわけですね。言うなれば悪魔城です。これ反転しました。これと同じ山がですね、実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのです。これが受胎告知と言われているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね。解体の中でも。その中央に書かれているのがその山なんです。なぜ、ウォルト・ディズニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか。百聞は一見にしかず、皆さん自身で見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中の絵です。右がディズニーのファンタジアの中の山です。ほんのわずか書いてありますけども、基本的な構図は同じですね。それで、ディズニー自身はですね、この山をスロベニアの山の中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山、スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山。で、私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。2日かかったぐらい、まあ、それほど大きなね、山じゃありませんので、調べられるんですけど、2日ぐらいかかって調べました。しかし、ファンタジアの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身も、一度調べてみてください。これが、まあ、スロベニアのですね、トゥリグラブ山です。似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。これがディズニーのウォルト・ディズニーの公式ホームページで紹介されているトゥリグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。ただ山というのは見る角度によって非常に姿を変えますから、その辺は注意が必要です。ですから、まあ、点を打ち、四方八方から調べてみました。が、同じような山は見つけることができませんでした。が、水さんという方からですね、大変奇妙なピラミッドを教えていただきました。この山、ピラミッドがですね、いわゆるダ・ヴィンチの絵の中のピラミッドに、山に似てるというわけです。で、調べてみました。これがそのピラミッドなんですね。高さが551メートルあります。海の中の部分を含めますと、おそらく1000メートル近い、こうした山なんですね。ピラミッドなんですね。で、皆さんこれ見られて自然のものだと思いますか？私は自然にできたと思う方がおかしいと思います。溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。ピラミッドなんです。高さが今も言いましたように551メートルですよ。551メートルですよ。海面から。火山岩のみでできた島群の中では最も大きいものであると。どうしたらこの火山がこんな風に吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダ・ヴィンチの絵です。で、この今、ボールスピラミッドと比較していますと確かによく似てるんですね。そこでダ・ヴィンチは何を、どこの島をモデルにして描いたかということなんですよね。ダ・ヴィンチは、私はこの島をモデルにして描いたというふうに確信しています。それには2つの理由がありますが、その理由はもう少し後で説明させていただきます。皆さん自身で判断してみてください。で、ダ・ヴィンチはですね、これがダ・ヴィンチの絵ですね。で、それを真似て、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダ・ヴィンチはこの山をボールズピラミッドを真似て描いた。オーストラリアのですよ。その理由はですね、というか皆さんただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フローレンスからフローレンスね、フィレンツェです。から、カタトゥジュータに線を引きます。で、カタトゥジュータからボールズピラミッドに線を引きます。ともに、極めて重要な、キーポイントですね。そこでもう一度ダ・ヴィンチの絵を見てみましょう。これはまた有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には見覚えがありました。私が謎解き始めた頃、最初に目をつけたのがこの山でした。カタトゥジュータですね。まるで核兵器で溶けてただれたような山々です。この山とダ・ヴィンチの洞窟の聖母の中に書かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから全く同じ、上の方がね、全く同じというわけではありません。これがカタトゥジュータです。すなわちダ・ヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。他に似たような山があるならですよ。イタリア、フィレンツェの近くに、それはまた紹介してください。私が調べた限りありませんでした。で、ダ・ヴィンチはですね、カタトゥジュータへ来ていたわけですね。その証拠がこれなんです。と同時に、ボールズピラミッドにも来ていたと。それが先ほどの受胎告知の絵であると。飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、ここが南極、下へ行くと南極、ボールズピラミッドはここにあります。そしてナンマドールはここにあります。真上が北極ですね、当然。そしてタミューマシフという世界といいますか、太陽系最大の火山がここにあります。ムー大陸がこの近くにあって、何かの形でね、沈んだということは十分考えられます。これがタミューマシフの火山です。巨大ですね。そして、カタトゥジュータは、言うまでもなく、拠点中の拠点ですね。ここから、隣のウルル、そしてマウントコナーをつなぎますと、一直線上ですよ、タヒチのモリア島へと向かうわけです。このように全てが計算されていますが、これで、一つの、なんて言いますか、ダ・ヴィンチの描いた山の謎を、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダ・ヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダ・ヴィンチの絵を真似て描いて、真似て描いたと断言していいですね。構造を見てください。下のような山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもお分かりですね。ウォルト・ディズニーは、ダ・ヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Gnostic website writes about Walt Disney as follows. Not many people are aware that Disney was a member of the secret occult group Gnosis and Alchemy, known as the Ancient Mystical Order Rosae Crucis, aka the Rosicrucians. Gnosis サイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いています。ウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミー、つまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジクルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の隠れ信者であったということはあまり知られていない。And he was said to have completed all the teachings of the order, With this secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world. Disney はその競技を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識を持ってウォルト・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occult. Many of these occult myths and dramas are played out in Disney films such as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave, Frozen, and Maleficent. Disney のあの魔法がかった映画は基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いている。そしてそのオカルト神話は不思議な国のアリス、シンデレラ、王者の剣、さらには最近の作品としてはブレイブ、マレフィセント、オーロラ姫などにも反映されている。A magical formula he used to captivate and influence people from all around the world is still used to this very day. Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of Gnosticism and Alchemy. ディズニーが用いたこの魔法方式は今日まで世界中の人たちの心を捉え影響を与えている。ロシクルーシアンのようにフリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている。The Masons would primarily be the branch dedicated to materiality in which the order attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attracts the more spiritualistic type people whose main goals are advancing their spirituality. 言うまでもなく、メイソンは基本的には物質主義を信奉する団体であり、その中で社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながら、その一方で神秘主義的な人たちをも魅了し、そしてその目的は彼らの精神性の発展にあると。で、そのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。グノーシス主義またはグノーシスというのは1世紀に生まれ3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである。物質と霊の二元論に特徴がある。普通名詞としてのグノーシスは古代ギリシャ語で認識・知識を意味する言葉であり、グノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有する。またグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがあり、ヘレニズムによる東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている。代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるが、マニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されていると。以上がウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになります。で、この動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介しています。それらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが、要するに現実主義、物質主義とそして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります。で、結論ということになります。私たちは私たちの社会で世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります。私は無神論者だと言いながらも結局はその宗教の中に取り込まれているということになるのではないでしょうか。それが良いとか悪いとかそういうことを言っているのではありません。宗教というのはもともとそういうものであるということではないでしょうか。ウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか、今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そしてそのウォルト・ディズニーがですね、グノーシス主義者あるいはグノーシス宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。Bye for now. The metric system down, we do. Who gets Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Gutenberg a star? We do. Who robs Cavefish of their sight? Who rigs every Oscar night? We do. Gnostic website writes about Walt Disney as follows. Not many people are aware that Disney was a member of the secret occult group Gnosis and Alchemy, known as the Ancient Mystical Order Rosae Crucis, aka the Rosicrucians.グノーシスサイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いています。ウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミー、つまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジクルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の隠れ信者であったということはあまり知られていない。And he was said to have completed all the teachings of the order. With this secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world. ディズニーはその教義を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識をもってウォルト・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occult. Many of these occult myths and dramas are played out in Disney films such as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave, Frozen, and Maleficent. ディズニーのあの魔法がかった映画は基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いている。そしてそのオカルト神話は不思議な国のアリス、シンデレラ、王者の剣、さらには最近の作品としてはブレイブ、マレフィセント、オーロラ姫などにも反映されている。A magical formula he used to captivate and influence people from all around the world is still used to this very day. Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of Gnosticism and Alchemy. ディズニーが用いたこの魔法方式は今日まで世界中の人たちの心を捉え影響を与えている。ロシクルーシアンのようにフリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている。The Masons would primarily be the branch dedicated to materiality in which the order attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attracts the more spiritualistic type people whose main goals are advancing their spirituality. 言うまでもなく、メイソンは基本的には物質主義を信奉する団体であり、その中で社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながら、その一方で神秘主義的な人たちをも魅了し、そしてその目的は彼らの精神性の発展にあると。で、そのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。グノーシス主義またはグノーシスというのは1世紀に生まれ3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである。物質と霊の二元論に特徴がある。普通名詞としてのグノーシスは古代ギリシャ語で認識・知識を意味する言葉であり、グノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有する。またグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがあり、ヘレニズムによる東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている。代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるが、マニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されていると。以上がウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになります。で、この動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介しています。それらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが、要するに現実主義、物質主義と、そして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります。で、結論ということになります。私たちは私たちの社会で、世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります。私は無神論者だと言いながらも、結局はその宗教の中に取り込まれているということになるのではないでしょうか。それが良いとか悪いとか、そういうことを言っているのではありません。宗教というのはもともとそういうものであるということではないでしょうか。ウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか、今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そしてそのウォルト・ディズニーがですね、グノーシス主義者、あるいはグノーシス宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。Bye for now.